メインブラックは1997年のアメリカ映画。監督はアダムスファミリーのバリーソン・レンフェルド。プロデューサーはスティーブン・スピルバーグ。第70回アカデミー賞最優秀メイクアップ賞を受賞。ソニーピクチャーズのメインブラックシリーズ1作目。メインブラックとはアメリカでの都市伝説で UFO や宇宙人の目撃者。 遭遇者のもとに現れて強迫的な圧力をかけるとされる黒ずくめの衣装の男たちのこと。ストーリーはローエル・カニンガムのコミックザ・メイン・ブラックが元になっておりエルビス・プレスリー生存説等のアメリカで有名な都市伝説を宇宙人がラミの事実だったという設定でパロディー化したコメディよりの SF アクション映画。全米のみでも二億五千万ドルと1997年の 年間全米興行収入2位となり、公開当時不審だったソニーピクチャーズに大きく貢献した。ヒットを受けてシリーズ化されたほか、テレビアニメーションシリーズも制作されている。同年公開のアメリカ映画、陰謀のセオリーが同様に、都市伝説的な陰謀論が、実は真実だったという設定で制作されているが、同作品が深刻なサスペンス映画として作られて、 いるのに対し、メインブラックは、あくまでも、都市伝説をパロディ化して滑稽な高等無形さを、アクションシーンと共に楽しむ愉快な娯楽映画として仕上げている。ニューヨーク市警察のジェームズ・エドワーズ刑事は、とある事件の犯人を追い詰めたが、犯人は飛び降り自殺してしまう。しかし犯人が異形を見せたことで、普通の人間ではないことを知るが、あまりにもキテレツな話で疑われてしまい。 この話を信じるのは検視官のローレル・ウィーバーだけだった。そこへ突然現れた黒い背広服の男がローレルに赤い光を浴びせる。K と呼ばれるその男は自分の所属する組織、ミブエ・エドワーズをスカウトする。エドワーズは他にも集められたエリート中のエリートたちに混じってテストを受ける。ただ一人合格した、彼は K から 現在、地球上には1500体ものエイリアンが人間に姿を変えるなどして生活していることを知らされる。エイリアンが犯罪や侵略行為に出ないよう監視し、彼らの存在を世間から隠すこと、それが最高秘密機関ミブの任務だった。ミブの一員となることを決意したジェームズは、クレジットカードの信用情報、運転免許の違反前歴に取得記録、 社会保障番号、果ては指紋に至るまで、一切の過去を抹消。捜査官エージェント、J として生まれ変わり、K とコンビを組むことになった。ベテラン捜査官 K と研修を終えた新米の J を、待っていたのは、とある宇宙船の無断侵入事件。はじめは、ただのエイリアン逃亡事件かと思われたが、やがてローレルをも巻き込んだ、大事件に発展していく。 2015年9月2日発売の吹き替え洋画劇場シリーズメイン,インブラックメインインブラック2ブルーレイには本作と自作メイン,インブラック2の本編ディスクに加え本作の日本テレビ版と自作のテレビ朝日版の吹き替えを収録した特典ディスクが付属している。マルちゃんメンインブラック同作のアニメシリーズとしてメイン,インブラックが制作された。 アメリカ合衆国では1997年から2001年までキッズ WB で放送された。日本ではアニマックスミステリチャンネルで放送。あとに東京 MX にて2009年2月10日より火曜23時30分に放映。いずれもシーズン2までの放送。カッコ内は米国での話数。シーズン1シーズン2シーズン3シーズン4。ありがとうございます。